はい、えー、2020年から始まった新型コロナウイルスの影響でですね、えー、男は辛いよの第1回で、その結婚式場に使われたとされる、そのモデルのお店、川神さんがですね、231年の歴史に幕を閉じてしまいましたあ。本当にね、お疲れ様でございました。寂しいですね。えー、私ね、2019年、2019年に、この川神のね、えー、ところで、 私の運営している速化塾のオフ会をしたんですよね。どうしてもここに来たくって、ちょっとお金が高かったんですけども、えー、10名ぐらいの方に参加していただいてですね、 えー、川人の個室で、えー、時間を過ごさせてもらったんですよね。まあ、その時にね、私あの、川人に憧れてやまない私の母も招待してですね、えー、本当に素晴らしいひと時を過ごさせてもらいました。最高のサービスで、そしてもうね、美味しいんだけども食べきれないぐらいのコース料理が出てしまって、もう一生の思い出になりました。いやー、そこがもうなくなっちゃうのか、すごく寂しいなというのと同時に、間に合ってよかったなってい思いもあります。えー、ちょっと記事を見ましょうか。 江戸時代から続く、川魚料理の名店で、夏目漱石ら文豪に愛され、映画、男はつらいよでは、寅さんの妹、桜の結婚、えー、披露宴で舞台になった東京、葛飾柴又の料亭、川人が、コロナ禍による経営難を理由に、1月末で閉店する。明日が最終日ですね。えー、創業231年でした。 都内で相次ぐ、飲食店のコロナ閉店の中で最も歴史のある店、日本食の文化継承に影響が出ると心配する声も上がるということです。あの、この川人っていうところを今回閉めちゃいますと、もう再開は非常に困難というかね、うん、やっぱりもうないでしょうね。だからそういう感じで、飲食店を今回ね、えー、まあ、感染拡大の震源地に菅総理当てましたけども、本当にそれで良かったのかなってことなんですよ。 で、飲食店っていうのはですね、ただ単に飲食を提供する場だけではなくって、実は飲食店が苦境になると、日本中が苦境になるんですよね。というのが今、画面で見ての通りですけども、飲食店といえども、飾り付けは必要なんですよ。で、建築修理もいるんですよね。えー、そして、お酒の取引もあるでしょうし、食材の入荷もあるでしょうし、料理人さんももちろんいるでしょうね。 そうするとですね、この河神さんを運営するホームページ、多分ホームページあると思いますけども、それから川神さんの広告ですとか、そういうふうにね、飲食とは直接関わりのない取引先様っていうのも結構いらっしゃるんですよね。 ここに、えー、そうですね、このビルのメンテナンスしてる会社とか、エアコンのメンテナンスの会社とか、スリッパがこのね、川人さんにもありますし、そういう風な細かい備品とか、もうこういうのも完全にこれから、あーこの川人さんを中心にはもう動かなくなるわけですよね。まあ、そうなると 思いもかけない業種がダメージを受けるということになります。当然ですけども、この川人さんにお勤めになってた方も、これでお勤め先を失ったりするわけですし、いや本当にね、なんかこれで良かったのかなとか思っちゃいますよ。うん、えきっとこの歴史ある名店っていうのがあ、今回のね、2020年、2021年を中心にバタバタと潰れていって、 日本らしい風土を受け継ぐところってのは本当にますます貴重になっていくんだろうなと思いますよね。それこそ政治家さんが使っている料亭ってのは生き延びるでしょうけども、それはね、うん、今こういう時代でも好き勝手やってるわけですから、あの自民党の方中心に公明党の方とかね、そういうところは残るんでしょうけども、私たち庶民が憧れてやまない、こういうふうなね、ま、えー、っとうにやっていたお店っていうのが、これからなくなってしまうことを考えると、いや、本当に辛いですね。うん 桜役の倍賞千恵子さんも寂しいと。もうそら寂しいでしょうね。川人さんの当時の写真が写ってます。1969年公開の男は辛いよ。私がね、1972年生まれですから、私が生まれる前からある映画なんですね。桜と広志の結婚式披露宴の場として描かれ、名前が知り渡った桜役を演じた俳優の倍賞千恵子さん79歳は、ああ、倍賞さんも79歳なんだ。すごいなうん。本誌の取材に、 玄関の佇まいが印象的だったととても残残念で寂しいと名残惜しむいい名惜や、寂しいでしょうね。葛飾柴又の、その、大教寺に寄った方だったら、必ず、この、川仁さんのね、えー、眺めて、もしかしたらお食事された方もいるかもしれません。もうね、なくなっちゃうわけですよ、あそこがうんうん。いやー、ほんと、これで良かったのかなと思いますよね。 この川神さんの後を継ぐ方がもしかしていたとしてもそれはもうすでに川神さんではないんでしょうね。あ、ご主人だ。うん。はい。閉店を惜しむ声に天宮さん。これご主人が天宮さんですかね。地域やファンの支えでやってこれた。先代からのバトンを繋げたのは残念だが私の代で終わり、コロナに恨みはないし、決断にも後悔はないと思いを明かした。それが。 唯一の救いですね、えー。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。私もね、本当に一生に一度の思い出を作らせてもらいました。これから新しい形でね、日本の文化っていうのは今日から作られる部分もあると思います。せめてそれを大切にしていきましょう。本当にありがとうございました。